こんばんは、シエルです。今夜もフラリシュの練習をしていきたいと思います。久しぶりにリフルファンの練習をしたいと思います。まあいろいろねトランプあるんですけど、こちらのトランプが一番リフルファンがやりやすいということで、今日はこれを使っていきます。さあリフルファンですよ。難しい。はい、このさ角度だとさ見えないですよね。じゃあ今日はあのマジックバーについてお話をしていきましょう。あの私は、まあ、マジシャン歴10年で、あのマジックバーでマジックをしたっていうことが3回ぐらいしかないですね。基本的にあのマジックバーには、まあ、見に行く専門っていうの、遊びに行く専門で、唯一そのマジックバーでマジックをしたことっていうのがからくり師匠の現場で、まあ、師匠のアシスタントみたいな感じで立たせてもらったことだけかな。からくりさんはマジックバーで働いたことあるらしいんですけど、師匠がやっぱバーマジシャンじゃないから、多分それを見て私もなんだろう育ってきてるから、やっぱバーに入るってよりこう営業に行くスタイルで今までやってきたって感じなんですよね。たまにあのなんかシールさんどこのマジックバーに行けば見れますかみたいなこと言われるんですけど、そう私ねマジックバーにね出ていないので、そういう時にね自分のこういうバーがあればさ、あここに何曜日に出てますって言うとね、こう見に来てもらえたりもするんだろうけどね。そう私はそういうのがないので、最近一般公開イベントっていうのも少なくて、クローズドのそのもうあのどこどこの企業パーティーでお客さんがもう完全に招待されてる人たちみたいな、そういうところが多いので、そうなってくるとね、そういうバーとかに出演してるとよりいろんな人がねこう見に来てくれたりとかするんだろうなと思うんですけどね。日本全国のマジックバーは本当いろんなとこ行きましたね。北海道、大阪、名古屋、九州、福岡。手品屋さんはね高松だっけ、高松、岡山、広島、梅田行ったかな。最近できた静岡とか川崎だっけとかがちょっと今だ行けてないですけど、いろいろ行かせてもらって、手品屋さんがその広くてびっくりした。マジックバーっていうよりレストランみたいな。名古屋めちゃくちゃマジックバーありますよね。名古屋も5、6軒ぐらい行ってるかな。で都内のマジックバーもこの間はマジックバーの志麻さん行って結構いろいろ行かせてもらってて、で、まあ、一番ね悲しかったマジックバーはですね、山口県のマンボウさんのマジックバーに行ったんですよ。そしたらマンボウさんがいなかった。そう、その時にその九州の小倉にもあって、そちらにねマンボウさんいらっしゃったみたいで、あの小倉のマンボウさんのお店にはいつか行きたいなと思っています。今どうなんですかね、手品屋さんがこう全国にこうマジックバーを次々と展開しているので、マジックバー自体は増えているんですかね。 あとはポンちゃんのオフ会でガーネットさんにもあの行かせてもらってますね。そういえばあのマジックバーの動画出すと結構コメントで、一人で行くにはちょっとハードル高いですっていうコメントとかを見かけたりして、まあちょっとねこう行くのにこう一人で行ったりするにはちょっと勇気がいるのかななんて思うんですけどね、行ってみると普通にマジックたっぷり楽しめるのでね、その第一歩がねちょっとドキドキするのかもしれないですね。なんかポンちゃんがあの今みんなでマジックバー行こうぜみたいな会をやってるのでね、まあ、そういうのだとねみんなこう一緒に行けると気軽に参加できるのかななんて思います。あとあの手品屋の新宿店さんの昼間やってる手品屋カフェで、なんかこの間マジック直人さんやってますみたいなことも言ってたんで、そういう昼間のイベントだとより行きやすいのかもしれないですね。まあ、個人的にマジックバーで出会ったマジシャンで一番印象に残ってるのが直人さんですね。岡山で直人さんにお会いした時は本当に衝撃を受けました。
まあ、今年もいろんなマジックバーに遊びに行く機会がたくさんあったらいいなと思っています。ではリフルファン、今日の練習の成果を見てみましょう。なんか一番いいのかしら。なんかあのね、カードがね、ダメになってきたっぽいね。カードがもうダメだ。はい、やめた。バックパームカードショットにしよう。はい、また練習します。本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたフラリーシュ練習にお付き合いください。練習頑張ります。